はい、こんにちは、鈴木です。小仏街道日陰バス停に着きましたので、これから登山を開始したいと思います。はい、今日はですね、影信山東尾根を登って、影信山まで行きたいと思います。そうだね、降りるのはいつもの通り小笠へ降りていこうと思います。それでは登山開始です。ここは南朝霞になりますよ。おや、お猿さんがいますよ。毛づくろいをしてますね。こんなにまじまじとお猿さんが見られるな、お猿さんが見られるなんてすごいな。暖かいのかな、動かないね。人間見ても逃げないとすごいな。マウンティングしてますね。マウンティングかな。お正月早々、ひょっとしたら姫始めでもしてらっしゃるんでしょうか。いらっしゃるってことはないわな。おさらさんです。名残惜しいですが、登山に行きます。中央本線の高架下をくぐって右に曲がると小笠林道方面になります。左は小仏峠バス停に行きます。はい、見えてきました。ここがですね、もう少し先が撮り鉄さんの撮り鉄ポイントになります。ちょうど前が電車来てくれないかな。あ、撮り鉄さんがいらっしゃいますね。ちょうど来ましたよ。これは大したことないのかな。はい、それでは登山したいと思います。はい、中央高速道路の高架下をくぐります。高架下をくぐり抜けました。右手はですね、梅林になります。小笠沢梅林ですね。はい、奥にですね、広場があります。これは八王子市の広場で、林業の木材などの杉などを切り出してきた時の、一時置き場になります。今はですね、小笠沢林道が荒れてますので、小笠沢林道修復の車が入っております。はい、こちらへ進めば小笠沢林道になります。はい、木材切り出し置き場、切り出した木材が置いてありますね。そうしましたら、ここを入ってきます。よいしょ。そしてここを登れということです。よいしょよいしょ。雑草が買ってあって綺麗にしてあるので登りやすいかなと思います。それでは影信山東尾根登山していきたいと思います。よいしょ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 。はい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 。よいしょ、これしょ、どっこいしょ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 。それではあの上まで登っていきたいと思います。よいしょ。なんだかんだといってもここの登り始めは
かなりきついですね。よいしょ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 、くらしょどっこいしょ、なんとかしょっと、よいしょよいしょ、くらしょどっこいしょ、はい、こちらになります。よいしょよいしょ、くらしょよいしょ。登山は最初の登り始めが面白いんであって、あと尾根に上がってしまえば意外とアップダウンはあっても、変化の少ないハイキング的なコースになってしまいますのでね、登り始めとか下山は結構デンジャラスですので、それが低山登山といえども高い山には負けず劣らずの楽しみがあります。はい、かなり登ってきました。よいしょ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 、これしょ、はいさはいさ、よいしょよいしょ。ここで登山道は本来は右に分かれますけど、この上で先に一緒になるんですけど、合流するんですけど、まあ右側行ってみましょうか。よいしょよいしょ、こんな感じのところを歩いていきます。よいしょよいしょ、もう少しで尾根にたどり着きます。よいしょ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 、はいはいはい、よいしょよいしょよいしょ、はいはい、よいしょよいしょよいしょ、これしょよい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 しょ、あら、春蘭がこんなところに入ってますよ。春蘭ですよ。よいしょよいしょよいしょ、よいしょ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 、こらしょよっこいしょ、ええ体が重いわい、よいしょ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 、こらしょどっこいしょ、はい、もうここまでたどり着けば尾根ですから、はい、登山片道の登りだけを100とするともう、そうですね、60% は登り終わったと言っても過言ではありません。この後はのんたらのんたらハイキングです。ハイキング出すなってた、ハイキングです、とりあえずは、まあ尾根の上にたどり着いたことになりますので、少しお茶を飲んで休憩してまた歩き続けたいと思います。よいしょよいしょ、はい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 、ずっと登って穴上まで登っていきます。はい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 、よいしょよいしょよいしょ、からしょよいしょ、体が汗ばむので
冷たい風がちょうど気持ちがいいです。よいしょよいしょ、はい、よいしょ、もうほぼ登り切ったと思います。あの上まででしたね。あの上ってあのそこです。あそこがあの上なのでございます。よいしょよいしょ、あの上と言ったあの上に到着です。ほぼ到着です。額に汗が、玉のような汗が浮かんでおります。はいはい、あー暑い、よいしょ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 、はい、よいしょ、はい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 、第二のピークがここでございます。現在時間は、0時10分です。ちょっとここで一息していこうと思います。お茶と何か口に少し入れようかなと思います。夕日を何がいいかな、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 何もないよ。それじゃ困ったな、ポケットに入れてないのかな、あるはずだ、何かがあるはずだ、探してみましょう。右左、右と左、左左、なんか音がしてるね。これはなんだ、これはなんだ。はい、こんなのです。これはですね、山でも溶けないので、蛍光にとてもいいので、ぜひ一つ忘れずに持っていってください。はい、そういうことです。ではいただきます。とっても気持ちの良さそうなところでしょ。ぜひ皆さんも来てみてくださいね。影信山東尾根でございます。よいしょよいしょよいしょ、これしょ、よいしょよいしょ、これしょ。気持ちがいいな、幸せだな、とってもいいな。そういえば小仏街道を走っていて、県外からの車が結構入ってきてましたね。地元の山ではもう会ってしまうんでしょうか。山梨とか見ましたね。東京はコロナウイルス患者が多くて、バイオハザード地帯みたいに思われているかもしれないのに、地方の方にはですね、怖くないんでしょうかね、東京でやってくるのは。私は八王子ですけれど、八王子から電車乗って都内へ出るのもおかないような気がしております。はい、早くコロナが落ち着いてどこでも行けるようになるといいなと思います。はい、また、登ります。結構長く登ります。ここじゃない、あそこを登り切ったら、あそこですよ、あそこを登り切ったら、お休みどころがあるところですね。はい、それじゃあ登ってきます。よいしょ、はい、もう少しであそこに着きますよ。よいしょ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 。山を登るときはですね、体力で登るのではなくて、足を出した方に体重を移しながら体重移動で登っていくんですよ。そうすると疲れないんですけれど、私もどうもそれを忘れて、すぐ強引に体力だけで登っていってしまうと思うので疲れてしまうんですね。はい、右左、体重移動です。体重移動で登っていけば体は自然と前に進んでいきますよ。はい、よいしょ。この先がですね、お休みどころになります。そこではまた休んでいきましょう。はい、よいしょ
よいしょ、よいしょ、はい、はい、最後は切り落ちた傾斜地になりますからね、尾根ですよ、ここは。はい、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 赤いテープが2本見えますね。ここがお休みどころでございます。日当たりが良くてとっても素敵なところでございます。はい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 、お休みどころになっております。どうぞごゆっくり、ごゆるりとお休みくださいませ。はい、それじゃあ休んでいきましょうね。はい、ちょっと休みすぎちゃいましたね、お休みどころ。はい、ツイッターなんかして遊んでました。現在時間は0時40分です。進みます、いけ。はい、どんどん行きます。よいしょよいしょ、はいさ、はいさ、はい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 、危ないところはゆっくり行かないと落ちちゃうからね。よいしょ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 、はい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 、よいしょ。なんか最近トレランみたいになってるな。よいしょ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 、うん、よいしょよいしょよいしょ。あちら、北高尾山稜になります。楽しいところですよ。はい、こちらは、多分東高尾山稜になるのかな。高尾山はどっちだ、どっちかだ、行こう。はい、よいしょよいしょ。あ、北高尾山稜の方には高尾山はないですよ。なぜなら東高尾山稜の方に行くまでの間に、高山ありますね。ただいまは影の上を目指して登っています。東尾根になります。よいしょ、こう登っていったところが、はあはあ、あそこです。はい、あそこですね。はい、登っていきます。よいしょ、よいしょ、苦しいです。よいしょ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 、ああ、涼しいというよりもちょっと風が冷たすぎるかな。汗も止まっちゃったな。ウィンドブレーカー着た方がいいかもしれないね。よいしょ、もう少し行ったら明るいところがあるので、そこでウィンドブレーカーを着ようと思います。はい、どんどん上がってきております。よいしょ、この東尾根はですね、電波がよく通るので、小江沢と違ってね、小江沢は全く電波が来ないですけど、電波がよく通るのでついツイッター見たりインターネット見たりしちゃいます。はい、よいしょ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 。さあ、もう少しであの上に着くぞ。あの上、どの上、なんか口の中に寄生する虫がいたね、海水魚の。あの上と言ったっけ、その上だっけ。はい、そんなんいたね、確か。気持ち悪いのが、寄生虫が。よいしょ。疲れるよ。はい、やってきています。影の山、東尾根でございます。よいしょ。よいしょ、よいしょ。ああ、ここは日当たりが良くて暖かしいな。なんかすごく寒くなりました。ウィンドブレーカーを着たいと思います。よいしょ。よいしょ。よいしょ、よいしょ。
よいしょ、うんとこどっこいしょ。ここはですね、なんか山の名前がついていたと思います。ここは何か山の名前がついていたと思います。なかなか覚えられません。よいしょ、この辺に、山の名前の表札があったと思うけど、どっか行っちゃったかな。あったあった。はい、大久保山、581メートルです。はい、ここでちょっと休憩をして、はい、ウィンドブレーカーを着たいと思います。それではウィンドブレーカー着ます。ウィンドブレーカーを着ましたので、それでは、大久保山を出発します。何時だろうか、ちょっと待ってね。何時かな。午後1時8分といったところですね。はい、向かいに見えてる山が影信山ですけれど、影信山登るのは結構きついんですよね。どうしようかな、今日の体力で最後の登るところは意外と影信山厳しいんですよ、こっちから行くとですね。どうしようかな、水曜だったら諦めてさっさと小枝沢へ降りて行って帰ります。こっちの方がいいですね。ザク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 っと感じで、はい、この辺はですね、夏場になると、なんていうんですかね、雑草ですかね、雑木みたいなものが茂って結構鬱蒼とした感じになります。よいしょよいしょよいしょ、はい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 、よいしょ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 、あ、気持ちいいですよ。来てちょうどいいぐらいですね。これでもっと寒くなれば、手袋するのがいいですね。はい。暑い時は腕を出すといいですね。手袋を外して腕を出すと。それで体温調節ができます。体は冷やすと、極端に冷やすと動けなくなってしまいますので、要注意ですからね。温めましょうね。よいしょ、よいしょ。はい、はい。なかなかいいハイキングコースだと思いませんか？本当に秋から冬にかけての登山道というのは低山登山の場合ですけどね、雑草というのか植生がほとんど枯れて、落葉樹も葉が全部落ちて明るくなっているので、 とても気持ちがいいなと思っています。まあ、夏は夏でそれなりにいいんですけど、虫も多くてですね、ちょっと怖い感じがしますかね。意外とはかぶりやすいタイプなので、はい、デリケートなんですよ、私こう見えても。はい、とてもとても心もナイーブなんでございますよ。はい、よいしょよいしょよいしょ。外見見るとこいつ怖いような顔だなってみんなに嫌われるんですけどね、はい、そんなことはないんですよ。とても優しいんですよ。私のツイッター見てわかると思うんですけど、今こちらは YouTube 動画になると思いますけど、はい、そういうことなんですよ。何を言ってるんでしょうかね、おじさんは。よいしょ。はい、上沢分岐が見えてきました。よいしょ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 。今日の予定としてはですね、影信山から降りてきたら、ここ小枝沢分岐、ここから小枝沢へ降りようと思ってはいるのです。ここから影信山の登りになります。ここから影信山までがですね、結構きついんですよ。はい、なので、まあのんびり歩いていってみましょうかね、せっかく来たんだから。よいしょ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 。
さあ、歩くぞ。歩くぞ。よいしょ。はい、見えてきました。竹の山、分岐になります。よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ。現在時間は1時20分過ぎですから、竹の山を登って往復すると1時間かかるので、このまま小仏バス停へ降りちゃおうと思います。竹の山はまた今度にします。はい、こちら降りていきます。来たところですね。では竹の山登らないで下山開始します。こちらは南東尾根とか言ったかな、日当たりがいいので、小江沢の方へ降りようと思ったんですけれど、南東尾根、日当たりがいいので楽しみながら下山したいと思います。そうすればですね、今現在1時半頃ですから、そうですね、1時間ぐらいで小仏の登山口の下あたりのカーブのところへ出ますので、その後しばらく小仏街道を日陰バス停まで歩かなければいけないので、ちょうど1時間ぐらいで、そうすれば2時半ぐらいに日陰バス停と着くのでちょうどいいのかなと思います。よいしょ、よいしょ。山は何でも登るばかりが山じゃないですからね。適当なところで切り上げるのも大事です。人渡しですね。よしよし、削ったのかな、それとも、いやどうなんだろうか、人渡しなのかな、削ったのかな。よしよし、どんどん作ったのかな、削って。よし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 、雨が多いとこの辺もドロドロになるところですよ。乾いているのでとても降りやすいです。よいしょ、こらショット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 、はい、こんな感じです。面白く撮ってみましょうかね。はい、こんな感じで歩いていきますよ。はい、歩いて行ってきます。よいしょ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 、はい、ここを降りたらもう下山ですね。完了です。下山完了です。時間は何時でしょうか。よいしょよいしょよいしょ。時計を見ると2時なってないですね、2時15分前です。1時45分です。ちょうどいい下山時間だったではないでしょうか。はい、小仏道が見えてますよ。小仏街道ですよ。よいしょ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 。この階段を入れば、都県道516号線こと
小仏街道になります。はい、下山完了です。こちらの奥へ行けば小仏の登山口になります。はい、今降りてきたところです。はい、それでは帰りたいと思います。これから日陰バス停まで歩いていきます。のんびり歩いていきましょうね。はい、小仏街道歩いております。先に降りていった方たちの姿がもう見えないのは、多分、小仏登山道の入り口近くの駐車場に車を止めているので、あちらに戻っていったんだと思います。私もチャリで来るときはですね、ここ登ってはいけません、漕いではいけませんけれど、引っ張って先ほどの、登山口まで自転車で行くことがたまにあります。よいしょよいしょ。これから登る方もいらっしゃいますね。これがいい。はい、あ、これもいいですか。はい。はい、すいません。はい、すいません。一緒にできてるよね。あ、そうですか。うん、じゃあこれ、はい、これオリンピックの100円銀貨。使えるの？使えますよ、もちろん。インチキ品ではないので安心してください。はい、じゃあね、お母さん、はい、ありがとうね。はい。おっとりとしたお母さんでしたね。オリンピック、2020年のオリンピックの100円銀貨を出したら使えないのかと思われたかもしれないが、使えますから安心してくださいね。よいしょ、よいしょ、よいしょ。はい、バスは止まっております。小仏駐車場になります。ここが小仏変電所じゃないのかな。バスは2つ、バス停2つ分歩きます。急いでないのでゆっくり歩きます。あの辺は雪が降った可能性あるね。はい、バスがやってきます。はい、南浅川、ここ源流に近いですかね。右側は中央線ですよ。よし、トンネルかな。この下がトンネルになってて中央線ですね。お腹が空いた。なんか食べないと。バスがまた来ますよ。はい、どうぞ。すごい迫力。すごい迫力で行きました。板橋から来てるの、すごいな。頑張り屋さんだな、みんな。よいしょ、よいしょ。よいしょ、よいしょ。中央線は、相模湖駅へ向かうときはこのトンネルをくぐって走っていきます。いや、他に走るところはないけどね、時はなんとなくても。よいしょよいしょ、すごい梅の木だな。南天の赤城水戸中央本線で梓2号が走り去る。あ、これはバラの花でございますね。はい。
つぼみですね、花じゃなくて。あ、行っちゃった。はい、かなり降りてきました。この先が中央本線の、高架があるところになります。その下をくぐって日陰バス停まで戻ります。よしよし。はい、それでですね、小仏街道の路面がこんな風にいつも濡れてるのは冬場だけです。これはなぜ濡れてるかというとですね、塩カリを撒いているのです。塩カリを撒く車がありましてですね、それが雪を降らせるみたいに、ここに塩化カルシウムありますね。これじゃないですよ、これは予備用ですからね。車がこう走っていって散水車みたいな感じに塩カリをパラ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 撒いて走るんですね。路面の凍結防止のためです。はい、先ほど猿がいた場所ですけど、さすがにもういないですね。はい、猿を発見した場所はここでございます。ここだったか、あっちだったか、あっちだな多分。はい、そこに猿がいたんですね。はい、降りてきました。はい、こちらが日陰林道でございます。日陰バス停に向かっております。1月3日日曜日午後2時15分、下山完了といたします。